皆さんこんにちは、菊地亜美です。今日はですね、皆さんにとっても大事なお知らせがあります。もうこれ言いたくてずっとうずうずしてたんですが、なんと私美容液をプロデュースすることになりました。そのスキンケアブランドの名前はペプチタイムと言います。こちらの商品です。じゃん、ペプチタイムのディープリアクティブセラムになります。これ美容オイルなんですけど、私自身ね、妊娠してから肌質がね変わって、今まで使ってたものが合わなくなったりとか、あと匂いがつわりとかでダメになっちゃったりとかして、結構体の変化、肌の変化があったんですね。でこういろいろ試してたんですけど、どうせだったらこれから長く使えるいいものを自分で作りたいと思って、このプロデュースをすることになったんですが、本当にねこれはすごくおすすめで、私ももう毎日朝夜使ってるんですが、これはオイルとリキッドの2層式になってるんですね。でこの横見てもらうと、今はねちょっとねこれ分かりにくいんですけど、もうちょっと時間経ったらこういう風に本当に2層に分かれるんですよ。なので使う時はこうやって振って使っていくんですけど、化粧水の後にこの美容液を使って、その後乳液とかクリームで閉じ込めるって感じですね。でこれはオイルなんですけど、全然ベタっとせずにサラッとしてるタイプなんですね。ちょっと開けてみます。こんな感じで乳液みたいなサラッとろっとしてる感じなんですね。でこういう風に手の甲につけてもベタつかずにサラサラでもしっとり、香りはこの自然なナチュラルな香りなので、好き嫌いがあまりないような香りになってます。もともと私オイルがすごい好きだったんですけど、やっぱねベタついたりとかが多かったんですね。乾燥肌とか敏感肌の人はオイル使えるけど、もともとオイリー肌とか混合肌の人ってもっとこうベタベタになるから、オイル使わないよ使えないよって人が結構いると思うんですよ。で私も昔は乾燥肌で20代後半ぐらいからちょっと混合肌になってきて、かさついたところもあれば T ゾーンのところはちょっとベタついてオイリーっぽくなったりとかして、混合肌だったから難しかったんですよ。でもそういう時にこのオイルを使うと、オイリー肌でも必要な分のオイルを補ってくれるのでとてもいいです。あとオイルとリキッドの2層式って言ったんですけど、このオイルが表面で溶けて内部に美容成分を染み込ませるものなので、すごく肌に馴染みやすいんですね。なのでこれを使った後にメイクしてもメイクのりがすごく良くなります。で本当にこれね、私もう数ヶ月使ってるんですけど、肌の調子めちゃめちゃ良くて、メイクでねクッションファンデを私使ってるんですけど、間違えてしまって明るい色を買っちゃったんですね。で使えないものがあったんですけど、このディープリアクティブオイルをずっと使ってたら本当に肌トーンアップして、その間違えて買ったちょっと明るめのクッションファンデも今使ってるんですけど、すごくね馴染むようになったんですよ。結構私目の下とか全体的にくすみやすかったりするんですけど、すごくトーンアップしました。でツヤも出ました。でこれ見た目もねちょっとおしゃれな感じで、こう無駄がない感じにしてるんですけど、大きさも手で持てるぐらいなので、旅行とかにも持っていけるし、持ち運びにも便利です。このねペプチタイムの撮影を先日してきたんですけれども、そちらの様子もぜひご覧いただきたいと思います。どうぞ。今からメイクします。でこれ一回ちょっと手に取ってみてください。いいですか？私こういうの結構苦手なんですよ。これねマジでね、今のコメント本当使って。私仕事ではマッサージとかするからみんなに使うけど、うん、自分で使うのオイル結構苦手で、オイル苦手な人にマジ使ってほしいです。でもめっちゃ気になる。今日は衣装も白っぽい感じで揃えてます。できました。結構ナチュラル。可愛い、今の可愛いですね。はい、ありがとうございます。全然可愛い、可愛い、可愛い。現場だったら絶対ないですよこれ本当。うん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 。う
はい、こんな感じで撮影を終えたんですけれども、自分の好きなとても満足いく商品が出来上がったので、本当に皆さんに一度試してほしいです。オイルを今まで使ったことないよって人でもサラッとしたタイプのオイルなので使いやすいですし、もともとオイルが大好きだよっていう私みたいなね方も使ってほしいなと思います。こちらは12月25日に発売になるんですけれども、購入方法などは概要欄に載せておくので、ぜひそちらをチェックしてみてください。本当にね、もういろんな人に使ってみてほしいから、とりあえず1本使ってほしい。私も毎日毎日今愛用して、本当におすすめの商品です。ということで、もうすぐ今年は終わりますが、これからも私とあとこちらのペプチタイムも多くの人に愛されるように頑張っていきます。よろしくお願いします。